未更新車両の内装更新前の車両更新済み車両の内装シンガポール地下鉄 C151 系電車はシンガポール地下鉄の通勤系電車である。1987年の開業以来の車両で今もなお運用中である。本車両は川崎重工業を中心とした日本の企業連合で製造しており、 川中の他に、日本車両製造、東急車両製造、近畿車両が参加し1986年から1989年に、かけて3回に分けて、計396両が納入されたが、性能等に、異はない。現在東西線、南北線で運用されている。また2009年までに、全車車体更新を受ける予定である。客用扉は両開き片側4扉。 外吊り扉で飛ぶ黒窓はない。扉部分など車体中央にスタンションポールがある。吊りカーは東京メトロ等で使用されている三角形が採用されている。座席はプラスチック製のロングシートである。車内案内表示器は設置されていないが、車内放送は自動化されている。車体はアルミ製のダブルスキン構造となっている。 通常は 2M1T の3両のユニット2つで6、編成で運用されており TCMMC、MCMTC となっている。不板は4桁の数字でされており、1000の位が号社番号で3は必ず付随者に当てられている。その他はユニット番号になっている。33番ユニットと34番ユニットの編成の場合、 3033から1033から2033から2034から1034から3034となる。2009年までに396両全車が、車体更新を受ける予定である。これらにかかる資金は1億4270万シンガポールドル。この更新は、シートや他の内装も含み、車椅子用のスペースや車両情報設備、 車内の見た目も更新される。更新された車両の外装は、今までアルミの色だった車体は、白がベースになり、シンガポール地下鉄 C751 バイト型電車によく似た風貌をしている。シートの色も変更され、1、6両目は赤、2、5両目は青、3、4両目は緑になり、すべてのシートの端2席分は濃い色にされ、優先座席になった。 また、一つ一つの座席の幅も4 3トルから4 8トルに広くなり、今までの1ーと9人掛けに対して2座席限の7人掛けになった。それに伴い立って乗るスペースが拡大された。2015年により制御装置を直波制御から VVVF 制御へ換装する工事が行われている。VVVF は東芝製の 1C1M 制御のものとなり、 モーターには、同社製の永久磁石同期電動機が採用されている。2019年までに全編成が VVVF インバーター化される予定である。ありがとうございます。